皆さん、こんにちは。私は、アシモと言います。ここ、日本科学未来館には、皆さんと一緒に未来について語り合う科学コミュニケーターがいます。私も科学コミュニケーターとして2002年からここで働いてきました。駅伝賞本田足元発令内容常勤職員として採用する。未来館で働いてからたくさんの人に出会い、いろいろなことを経験しました。20年でお会いしたお客様は200万人以上、1万5千回を超える実演を行ってきました。それでは、せーの、いろんな施設に出かけて学校の理科の授業にもお邪魔しました。今はみんな大人になって、私よりずっと背が高くなっていることでしょうね。将来、ロボットと人間はどのように暮らしていると思いますか？ロボットを人間として扱った時にどうなるのかという研究が今まさに始まったところです。私は未来館を卒業しますが、ロボットの研究はこれからも続いていきます。ロボットと人間が仲良く暮らせる日が早く来ることを楽しみにしています。今まで本当にありがとうございました。最後に歌ってもいいですか？浮かんでいるね。